だったとも言われております。はい、ではお大様を横に見ながら支柱通過します。はい、支柱を越えてしまうともうお大様見えなくなってしまいますね。ちょっとゆらゆらしていきます。気をつけてくださいませ。山ばっかりにはなるんですが、
、まあ、でも大きな企業さんも来てまして、正面をちょっと見ていただくと、あの山を削って山、ね、正面にグラウンドが見えるんですが、その右斜め上ぐらい、お屋根が白くてちょっと茶色いレンガ色の建物が山の上に、ね、立っているのが、一番手前のこでかい山でですね、大塚製薬さんの無人機工場がこちらの方に来ております。わかります？真正面の、はい、一番手前のこでかい山の上ですね。こちらの無人機工場ではカロリーメイトとか水準などを作っている工場で、毎年お盆になると野外コンサートなどを、ね、無料で開いてくださったりもしてますね。あとはもう特産物、左下になりますね。だいぶちょっとビニールも貼られてきてはいるんですが、ハウスなどはほとんどイチゴのハウスになります。サチノカといった品種などが多く作られておりまして、上流の方へずっと行きますと番茶からとユズが有名になっておりますね。少し、ね、揺れが残っております。ホームとの間に隙間がありますので、足元はすいませんが気をつけておいてください。はい、ではドアが横に開きますね。